ございます。おはようございます。じゃあ今日も頑張っていきましょう。はい。換気扇掃除と、あと外壁のツタ取りと、草むしり。はい。あと不用品回収をやっていきます。はい。じゃあ今日も頑張っていきましょう。はい、えいえいよ。おネジないの？ネジはなかったです。ここの一箇所だけガッて止まってるだけなんで。掃除できないよね。まあそうですね。キッチン掃除入るときはまずちょっと物どかさせてくださいって言って。どうしてもやっぱキッチンは物が、はい、普段から料理されたりするので、物はどうしても増えちゃうので。コブちゃんはさ、ごめんコブちゃんって言っちゃっていいのかな。あ、全然。コブちゃんはさ、それだけしてると思ってたの。いや、結構やりますよ。コブもバリバリ。いや、最近草取りの時にさ、はい、草取りの時に出てくるからさ。はい。前出てなかったよ、そんな。確かに。確かに撮影メインでやって、あんまり、そのやってるとこ撮んなかったかもしれないです、コブ。暑いから、なんか飲んでから行きます。じゃあすいません。じゃあ、ちょっといただきますね。黒い塊が落ちてこないように、その塊の部分だけはちょっと剥いときました。チコチになっちゃってましたので、ここら辺だけは。30年ぶりぐらいですか？初めてだね。初めてですか？初めてだね。それで撮ってんの？はい。あ、そんなちっちゃいの？はい、これで今は撮ってます。こっちやってもらっていい？これ。はい。俺のあの30肩が。最近やばいんですよ。なんか肩上げてると肩痛くなってきちゃって。でもキッチン確かに明るくなりましたね、少し。はい。この窓もだから、あそこからな。ああ、こっちの方に入ってる。ああ、綺麗に入った。はい。はい、2階まで上がってきちゃったんですね。てか思ったより思ったより乗ってたね。なさらなぞ。そうだね。なさが欲しいもん。これは半袖でやるべきものじゃない。かゆくなりそう。ちょっと取り切れる手の届く範囲になっちゃうけどさ、うん、ないな、これとか私の人差し指ぐらいありそうだ、太さが。うわぁ、ちょっとあっちも太丸で切ろう。なんかいて。出てこんな。完了しました。はい。そしたらちょっとね、散らばってるのを拾って、はい、完了しましょう。はい。腕平気ですか？えぐれました。チクチクする草で蚊にも刺されました。なんか何が痒いか分かりませんもん。やっていきましょう。はい。
ここをやってきます。上は出っ張りがあってかなり狭いです。完了しました。はい。玄関のここお気に入りだね。スリッパだ。はい、じゃあ最後確認だけお願いします。そうですね、植木鉢の中がこんな感じで、これ3だところこうだって、あっ、きれい、すっきりした、すっきりしたね。よかった、すっきり。ありがとうございます。それでやってもらったら、あ、いい、時計ちょっと上に上げてない？はいはいはい、そうそうそう、続いて何で何でも言ってみよう。上がってください、上がってね。ねえ、持ってて可愛いでしょ。持ってて可愛いでしょ。可愛い白黒で可愛い、すげえ人懐っこいな。よし、あ、いいえ、何でもお声掛けください。またちゃんとお見積もりしますので。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、美味しかったです。よし、帰りましょう。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、今回の案件は、不用品回収に換気扇に、ツル取りに草取りという4種類を混ぜ込んでやりました。はい。換気扇は、そもそもクリーニングしようかなって思ってたんですけど、ちょっと年数も経ってたし、汚れも強くついちゃってたので、もう新品に変えました。はい、機材自体はそんな高くないので、うん、掃除するならもう交換しちゃった方がいいパターンも多々あると思いますので、はい、皆さんもやってみてください。はい、簡単です、意外と、うん、あとはですね、換気扇の周りのちょっと窓を気にされてたので、そちらもサービスでシャ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 と洗いました。はい、換気扇はあと外にこうパカパカ開くとこあるんですけど、うん、あそこがどうしてもホコリと油が固まっちゃって黒いのがいっぱいついちゃうんですよ、うんうんうん、で換気扇開けるためにこう降ってきたりするので、うん、それも外からこうやってブラシで落としたりして、はい、気にされてたので取りましたと、はい、いった感じです。そして外のあのツルなんですけど、どこかで伝わるか分かんないんですけど、はい、結構ボワいってて、うん、2階のとこまでの伸びちゃってたので、うん、屋根登ってよいしょと2階から落としたんですけど、うん、まあなかなか強いツルでしても、うん、落ちねえ落ちねえで大変でしたね。で、雨どいのところにもその葉っぱがすごい溜まっちゃってたので、それもこうやって取ってやりました。で、詰まったら大変なんだ、あれ。うん。でね、ツルがすごかったね、チクチクが。すごかったね、おかちゃん腕。太いやつは、ちなみに平気なの。もう育ってるやつは。はいはい。細いやつが、なんか根っこだかわかんないけど、なんかトゲめっちゃ生えてて、うん、ここがもうなんかまたリストカットしたみたいに。うん。一回なってね、こいやー感じでした。なので、ツル系をやるときは長袖を着ていくのがマストです。僕はちょうど長袖の T シャツがもういろいろ今年の夏草やりすぎて、ボロボロになっちゃって、うん、ちょっと半袖で頑張ってるんですけど、ちょっと買う時間あったらもう長袖買います。来年今の夏用の。来年用のね。はい。ってな感じですね。で、猫ちゃんも可愛いし、お客様もこれ飲んでって言ってジュースいただいたりして、うん、ゆっくりのんびりやらせていただいて。うん、ありがとうございます。すごい優しい方でね、うん、たくさんお話ししてくださって。本当ありがたいわ。
ね、YouTube も見てくださってるので、うん、この動画見てるんですよね。いや本当にありがとうございました。ありがとうございました。また何かありましたらご連絡ください。はい。って感じですね。うん。じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。よろしければこちら、グッド評価とチャンネル登録、そしてコメントもよろしくお願いいたします。それでは、また。